はい、ユーデックスです。さあ、皆さんね、多肉ライフいかがお過ごしでしょうか。先日ですね、アロエ専門店アロエリットがね、イベント初出店というね、お知らせを動画の中でね、お話しさせていただきました。ユーデックスプランツスタイルはですね、多肉植物がメインになっておりますので、このね、多肉植物、いろいろなね、楽しみ方があると思うんですけど、このアロエの新しい楽しみ方っていうのも、一つ見せ方、アロエの見せ方、を一つね、これからね、この動画を通して皆さんにね、お知らせをしていきたいですし、どん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 ね、この見せ方を、こう、SNS とか、またね、そうやって YouTube を通してですけど、そういったもので、世の中にね、もっともっといろいろな方に、アロエを知っていただいて、この地味というね、イメージを少しでもね、払拭できるように、今回ね、この動画の中ではね、いろいろな見せ方をお知らせをしていきたいと思っています。はい。じゃあ、まずね、アロエってね、もう何回も何回もね、このチャンネルの中では話してるんですが、やっぱ地味っていうイメージが先行していて、なかなかね、アロエを認知してくれる方が少ないですよね。やっぱりこう、アロエ好きっていうのを、ちょっとね、こう、話すのもちょっとためらうくらい、まあ、アロエ好きってね、園芸店とかイベントでね、話をするだけでも、お前珍しいなって言われてしまうぐらい、アロエってやっぱなぜか、まだまだ人気のないっていうのが現実なんですが、やっぱり一つ思うのが、こう、見せ方だと思うんですよ。見せ方。で、やっぱりね、こう、鉢に植わっている、鉢を栽培しているっていうものが、やっぱりね、植物において、そこがポイントになってくるんですが、やはりね、こういった黒鉢とか、そういったものでね、メインに植えて栽培をしている方が多いと思います。で、実際にやっぱり、僕もホームセンターとか園芸店とかそういったイベントとかに、足を運んでみると、やっぱりね、同じように黒鉢とかで、植わっている植物だと思っていて、で、やはりね、そのイメージを払拭するためにはまた違う見せ方をね、する必要があるということをね、やっぱりこう当たり前なんですけど、こう違う見せ方をすれば、やっぱね、こう今までアロエに興味なかった人でもちょっとね、あれ？アロエってかっこいいかもって思ってしまう思ってしまうというか、思っていただけるかもしれないと思って、今回ね、その見せ方ってどんなものがあるのかなと思ったんですけど、多肉植物、エケベリアとかね、そういった植物をやってる方は、やっぱりね、寄せ植えをしたりとか、やっぱりね、そういった雑貨を使ってすごく可愛く見せたりとか、やっぱ見せ方って、やっぱりね、女性の方ってすごく上手で、で、やっぱり、男性は、やっぱりそういった見せ方というよりかは、こう、その植物自体のこのなんかかっこよさというか、そういったものがね、やっぱメインになっているので、こう、アロエに関しても、こういったね、多肉植物とかエケルビアのね、そういった寄せ植えとか、雑貨を使ったりして、そういった見せ方を少しずつ変えていってもいいんじゃないかなと思っています。で、今回ね、ちょっとね、いろいろと僕も、普段は、こう、黒鉢とかでね、やはり、植えて栽培をしているんですけど、やはりね、ちょっと今回、この見せ方ということなので、ちょっとね、皆さんにね、いろいろとね、いろいろな陶器とか、こういった雑貨を使って、ちょっとね、見せ方のポイントをね、皆さんにね、お知らせをしていきたいと思います。はい、じゃあね、実際ね、皆さんにちょっと見ていただきたいんですけど、まあ、こういったね、まあ、陶器鉢ですよね。こういった陶器鉢に、今ね、このブルーミーというね、アロエを植えてみました。やっぱりね、アロエって、やっぱりね、すごく、まあ、アガベとかと同じようですが、緑が強い植物なので、やはりね、黒鉢だとね、なかなか目につきにづらいですよね。なので、こういったね、ちょっと陶器の中でも、こういうね、ちょっと特徴のある陶器に植えてみました。やはりそうすると、やはり見た目のインパクトとかも変わりますし、やっぱりね、少しこう、ちょっとね、置いてあるだけでも、なんだっていうね、感じになって、これも一つね、やっぱり見せ方っていうのはすごくポイントなのかなと思っていて、こうね、特にアロエは地味なので、このね、地味でもその中にあるかっこよさとか魅力がね、こういったね、陶器鉢にすることで、ちょっとね、変化をつけることでね、やっぱ見せ方って変わってくるんじゃないかなと思ってます。はい。皆さんいかがでしょうかね、こういった感じですね。はい。まあね、ちょっと、まあ、アガベみたいな感じにね、似てるので、こういったちょっとね、深鉢にね、ちょっと植えてみました。で、続いてが、こちらもね、結構深鉢なんですけど、こちらがね、この、だいたい長さで言うと、まあ、15センチぐらいの深鉢になります。で、ちょっとね、まあ、細いタイプなので、ちょっとね、見た目も、
すごく品のある形に見えるんですけど、やはり黒鉢でね、植えてるよりも、こういったね、また細いタイプのシャープな感じだと、またちょっと品が出て、で、これはね、結構気に入ってまして、グレーの鉢なんですけど、ちょっとグレーの鉢って珍しいなと思ったんですけど、でも結構グレーって植物と実はすごく合うんじゃないかなっていう発見がありました。なのでぜひね、皆さんもちょっといろいろな園芸店とかでグレーの鉢にいろいろな植物を植えてみてください。はい。で、続いてがこちらですね。こちらもね、ちょっとゴツゴツした、いかつい、渋い、かっこいい感じですが、こちらもね、セブリナというアロエなんですが、これもね、ちょっと模様の入っている、かっこいいインパクト。もともとね、インパクトのあるアロエなんですけど、こういったやっぱね、陶器の中でもまた渋めの鉢にね、植えてあげると、見た目、見せ方が変わってきますよね。はい。まあ、こういった感じで、今ね、簡単にちょっとね、いろいろと皆さんに見せ方に対してね、ちょっとお伝えをしていきましたが、皆さんいかがですかね？はい。今ね、陶器鉢ですよね。陶器鉢といっても、本当にね、いろいろな形状から形とか色とかあって、まあ、陶器って聞くとちょっとやっぱ高価なイメージあるんですけど、ね、実際に僕がこのね、陶器を買ったのは、だいたいね、1000円はしません。700、800円ぐらいです。まあ、ちょっとね、この陶器はちょっと高価で1200円してしまったんですけど、こちらの2つはね、700円でね、購入をしました。まあ、こういった感じで陶器もね、いろいろと探してみると、結構ね、リーズナブルなお値段で売ってたりとかするので、まあね、全部陶器鉢っていうのはね、結構ね、なかなか難しいんですけど、結構まあ、皆さんの中で、このかっこいいアロエはちょっとね、この陶器に植えてみようっていうね、それだけでも見せ方って変わりますし、そのね、変わった見せ方を SNS とかインスタグラムとか、そういったものでね、載せるだけでも、だいぶいいねがいっぱいつけると思うので、まあそういった感じで、このね、見せ方ってやっぱすごく大事だなっていうのね、すごくね、この見た目だけでもわかりますよね。またね、このポイントとして、今回ね、こういった、まあ100円グッズですよね。これ実はすべてね、この100円グッズなんですけど、こういうドラム缶みたいなもの、こういったドラム缶も、まあね、今後ちょっとね、まあ、実験的に、まあ、こういった、本来、まあ、栽培を目的ではないんですけど、まあ、見せ方として、まあね、ちょっと裏に穴を開けたりして、でね、まあ、ある程度、水苔とかで栽培して、ちょっとまあ、小さい苗とかをね、ちょっと植えて栽培してみようかなと思ってます。まあ、といってもね、栽培目的っていうよりかは、やっぱりこの見せ方っていうところがポイントだと思うんですけど、まあ、今回このポイントなのが、こうやっぱり植物だけでもね、もちろんおしゃれでかっこいいんですけど、こういった100均グッズとかで、少しね、こういったバイクとか、まあ目の前にある車とか、まあこれね、動画の中でもいろいろとお伝えしてるんですけど、こういったアイテムをね、一つこう植物と一緒に、ね、こう置いて、で、それを写真に撮って、で、インスタに載せたりとかね、まあ今 TikTok とか Twitter もそうですけど、まあそういったところでね、載せるだけでも、だいぶね、見方も変わってくるし、見せ方、だね、こういった変化をつけることで、やっぱりね、見てる人もこう、今やっぱり世の中はそこスクロールが多くて、もうね、もう何秒、1秒、2秒の中でこうやってね、こう見る人もね、すごくね、見る人がすごくこう、なんていうんですかね、まあインスタ映えって言い方もしますが、まあそういったこう、見る人の目も超えてきているので、少しずつね、この時代に乗っていくためにも、この見せ方ってものすごく大事だと思っています。僕もね、こういった、まあ、アロエ、アロエリットね、を立ち上げたので、これからね、こうやっぱアロエを皆さんにね、もっともっと皆さんに知っていただくためにも、こういう見せ方っていうのも一つね、いろいろとね、どんどんとアロエってかっこいいと思っていただけるようにね、これからもこの YouTube も通してだし、そういった Instagram も通して、またね、イベントとかでも、まあ、よく、まあ、イベントってね、やはりこう、黒鉢とかで売っている方も多いと思うんですけど、もちろん僕も、イベントでね、出店するときはそちらがメインなんですけど、こういう見せ方、イベント一ついろんなね、方の出店が多いと思うので、そういった見せ方とか、あの店なんだろうなって思っていただけるように、ちょっとこういった見せ方にもね、ちょっとね、まあ、こだわりと言いますか、そういったものを持って、イベントにもね、出店していこうかなと思ってます。まあね、これって実はただね、賛否両論あると思ってます。なので、まあやっぱ栽培の目的、やっぱりね、こう、まあ、サボテンとかでもそうですし、まあ、こういったアロエもそうですよね。まあ、やっぱり、栽培を目的にしている方にとっては、何を言ってるんだっていう方が、やっぱ多いっていうのもね、僕は事実、現実にそれ感じてますし、僕自身もやっぱりね、栽培がね、すごく好きなので、
まあただね、やっぱりこの時代に乗っていくためで、やっぱりアロエをもっともっとね、世の中の方にね、手に取っていただくために、これからね、こういう見せ方もね、一つね、ちょっとね、こだわっていきたいと思っています。じゃあ今回もね、この動画良かったなと思った方は、チャンネル登録、そしてね、グッドボタンお願いいたします。はい。じゃあね、これから皆さん多肉ライフを楽しんでいきましょう。